シマロン・ウルグアイオは、ウルグアイ原産の犬種である。犬種名の、シマロンは、野生的を意味している。しかし、野生及び野良の犬種ではなく、シマロンというのはワイルドな気質と優れた身体能力を指した、故障なのではないかと言われている。ドゴ・ウルグアイオ、ドゴ・シマロン、ペロ・シマロンなどともいい、英語では、ウルグアイアンガウチョドッグとも言う。 追い立ちは17世紀まで遡る。ウルグアイに連れて来られた、スパニッシュマスティフにサイトハウンド種の犬種を掛け合わって、作られた。農場や家の番犬として使われていただけでなく、イノシシを狩るための猟犬としても使われていた。はじめはスポーツとしてのイノシシ狩りに使われていたが、20世紀。 頃になるとイノシシによる畑の加害が増加し、国内で需要と知名度が上昇したい人気を博すようになった。近年は、ウルグアイの国権として指定され、国際的な知名度も年々向上しつつある。しかし、まだ、ウルグアイ以外ではあまり飼育されていない。国際畜圏連盟には、近年、暫定公認されたばかりである。 マスティフ種の血統により力強く筋肉質の体つきだが、サイトハウンド種の血統により足、胴尾が長く、瞬足である。マズルは短めで、顎の力は強靭である。目は大きく瞳の色は、琥珀色、耳は、本来三角形の垂れ耳だが、断耳して丸く成形し、して立たせることもある。尾は、飾り気のない太めの垂れ尾だが、短めに、 断をすることもある。コートはスムースコートで、毛色はフォーンやブリンドルの単色化、それにホワイトのパッチがあるもの。体高56から62センチメートルの大型犬で、性格は忠実で勇敢である。身体能力は高く、跳躍力や走る、最中の加速などが特に優れている。運動量はかなり多く、 力を抑えるための訓練が必要なため初心者には、飼育しづらい犬種である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木卓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。